最初のカップ麺メーカーの製品カップ麺とは、乾燥麺や生タイプ麺などの即席麺類のうち、食器として使用できる容器に入れ、火薬を添付したものである。日本の安藤桃福が初めて商品化に成功し、世界各地にも簡易な食料として普及した。規約上の正式名は、即席カップ麺である。内容物が、インスタントラーメンのものを、カップラーメン、そば。 うどんのものをカップそばカップうどん、焼きそば風のものをカップ焼きそばとも言う。ほとんどの商品の調理は熱湯を注ぐだけで完了する。この製品のカップは調理器具であると同時に食器でもある。また電子レンジで加熱調理を行うタイプも多い。カップ化される麺食品はラーメン系やうどん系などの東洋系小麦麺のほかパスタや ビーフンやフォーといった、ベ麺など、およそ麺類すべて多岐にわたる。つまり、フリーズドライ加工をすれば、あらゆる麺をカップ麺化することが可能である。現在では日本でも、外国の麺食品のカップ版を入手することができる。また、口述の本食の発祥の歴史に絡み、西洋のフォーク文化の食習慣から、一部海外市場製品は、国内商品に比べると、 麺の長さが短くなっているものがある。安藤桃福が1971年9月18日に発売したカップヌードルが最初の製品である。今では主食としても食べられているが、当初は間食としての普及を視野に入れて開発されており、欧米に即席ラーメンのセールスに行った際、ラーメン用の丼がなかったため、紙コップにチキンラーメンを割り入れて、 湯を注ぎフォークで試食する姿からの発想だった。カップヌードルが通常の袋麺よりも麺の容量が少ないのはその名残である。1980年代後半までは他のメーカーもこれに追随していたが、1988年にエースコックが麺の容量を袋麺と同等の 90g として大盛りサイズを歌ったスーパーカップシリーズの販売を開始し、これが 大ヒットとなってからは、各社もこれに追随し主食としての普及を目的とした、大容量サイズの商品も、カップ麺の主流の一角を担うこととなっていく。後にカップヌードルに関しても、大盛りサイズを製造することになった。一方、エルソー向けに、通常の半分程度のミニサイズ商品の、古包装うや、ミニカップ麺も、東京ラーメン株式会社より販売されている。 1972年の浅間山荘事件の際、機動隊員が寒さの中、非常食として配られたカップヌードルを食べている姿がテレビの生放送でたびたび放映されたため、カップ麺が日本全国に知られて普及するきっかけとなった。欧米市場においては発売当初には箸の文化が浸透していなかった関係上。 カップヌードル発売当初には折りたたみ型のフォークが付随している商品が国内でも存在していた。現在でも外国市場製品にはこれに類したフォークが重複されている商品が存在する。また、その関係から発売当初カップ麺を購入した際に割り箸ではなくプラスチック製のフォークを別途添付して販売されていた時期がある。容器は通常 発泡スチロールか紙が使われる。発泡スチロールを使うのは、保温性、断熱性が良く、持った時に熱くないという理由からである。紙製の容器の場合、容器外側を段ボール状にして、この点を克服している。代表的なものが、札幌一番カップスターである。最近のものはカップを二重構造にするだけで、段のない容器になっている。 近年では紙製でも発泡スチロールのように紙に空間を持たせたものも存在する。紙の容器に比べ、発泡スチロールの方が多彩な形状のものを作ることが可能であり、初期のものはすべて発泡スチロールだが、日清食品が特許を申請したために、後発メーカーは主に紙容器のものを作った。また徳島製粉の金ちゃんラーメンなど一部の製品は、 国産品でも複層型の非発泡スチレンケースカップを使用している。外国製品でも単層型のスチレンカップの製品が存在する。乾燥面タイプは直接容器に面が入っているケースがほとんどであるが、生タイプ面はすべてその面を真空パック包装した上で容器に入れた状態となっている。本体容器は通常は廃棄処分されることが多いが、例えば、 カップヌードル容器でチキンラーメンを喫食するなどの再利用をする場合もある。通常は風管は天面に、紙内紙はそれに類するもので風管する形式が多く、この部分は喫食後には最終的には本体容器から除去される。プラスチック製容器で蓋も同様にプラスチック製の場合はその限りではなく、この場合は本体容器は 二とともに再利用が可能である。これを利用して、容器全体を別の食品用に再利用することも、また、食品以外の簡易収容保管に利用することも、可能である。カップ麺本体を封印する風管フィルムは通常は、その製造工程上、搬送機の搬送用歯車での貫通が避けられず、規則的な証拠が認められる場合がある。 場合によっては風刊紙などにその跡がついていることがある。なお一部の日清食品製品には、この風刊フィルムの底面に調理事用の風刊シールが付属しているものがあり、このシールは風刊フィルムの除去時の開封補助を兼ねている。インスタント焼きそばの調理例製品の多くは熱湯を注いで3から5分程度で調理が完了する。 1980年代前半の一時期、各会社より乾燥麺タイプで調理時間が1分の製品が発売されたが、食べ終わる前に麺が伸びてしまうなどの問題があったため、消費者からは不評で、多くは短命に終わり、一部の焼きそばタイプで存続するに止まっている。汁を用いない焼きそば系の場合は、湯切れの作業が必要となる。 また生タイプ麺などの製品でも湯切りをし、再度湯を注ぐものもある。しかし生タイプ麺を使用したものは、調理時間がやや短めの傾向である。特殊な調理法として、いわゆる、片焼きそば系列の焼きうどんなどは麺を湯で調理せず、あんを湯で調理作成し、それに油で揚げてある麺を入れるというものが存在するが、このような調理方法のカップ麺は、極めて少ない。 添付のスープや具材は、フリーズドライ製法を用い乾燥させたものが主流だが、比較的中高価格帯の製品には、袋入りのインスタントラーメンと、同様、スープ、具が別店のものも存在する。それらの製品では袋を取り出し、麺の上に置いてから湯を注ぐなど、製品ごとに様々な違いも見られるため、湯を注ぐ前にパッケージに記載された説明書きなどを、 読んでおくことが勧められる。中には、レトルト食品の具材が付属していて、その具材を優先、あるいは別鍋で加熱することを勧める製品も存在する。なお、カップ麺は2009年6月30日以前に発売された商品は、ジャス規格によって、標準と上級に分類されていた。麺の重量に対して具材が6%以上のものが、 標準15%以上のものが上級、カップ焼きそばやスパゲティの場合4、4%以上が標準10%以上が上級となっていたが、2009年7月1日以降より発売されるカップ麺についてはこれらの分類は撤廃された。日本では少数であるが、電子レンジ調理専用商品や熱湯調理、電子レンジ調理のいずれか、 洗濯可能な商品のように電子レンジで調理可能な商品も2000年代以降存在する。それ以外のものは電子レンジ調理負荷とパッケージに記載されている。米国など日本国外で販売されているものはマイクロウェーブブルーと明記されたものが多く存在する。航空便の機内食用に作られたものでは気圧の低い飛行機内で沸かされた。 低温のお湯でも麺が戻るような特別の製法で作られている。これらの低圧調理可能製品は、登山時などでも高山食、非常食として利用可能である。調理時間の計測にはその手段が各種存在しており、携帯やスマートフォンなどの応用ソフトでも、ラーメンタイマーなる範疇が存在する。ほとんどのカップ麺の蓋は、 紙系だと一度剥がしてしまうと再風感が難しくなり、通常は調理中は別の物体での補助風管を必要とすることが多い。このためにカップ麺の補助風管用のマスコットアイテムが販売されており、一部は調理時間計測用のタイマーを兼ねているものもある。テレコマ戦士丼ブリマンのように実在するカップ麺のモチーフを取り入れたアイテムも存在する。 日清食品は本目的のカップヌードルモチーフの変形ロボアイテム、カップヌードルロボタイマーをカップヌードル発売40周年に合わせて企画、製造し、プレゼント商品として流通させている。日本全国で発売されている一部の商品では、東日本と西日本など、地域別でそれぞれ味付けを変えているケースもある。また、地域限定発売の商品もある。 なお、カップ麺の購入量第1位は、青森県である。2000年前後から、カップラーメンにおいて、コンビニエンスストアを中心に、地方食を強く出した、ご当地ラーメンや、青葉など有名店の味を再現、類似した、ご当店ラーメンを取り入れるなどバリエーションが拡大し、当時180円以上と区分された、高品質、高価格帯の商品群が、活性化した。 市場占有率は長いこと各社の主力ブランドであるカップヌードルや赤い狐など初期に登場したナショナルブランド商品が上位を占めてきたが2008年に原材料費などの高騰で大手メーカー製品の売価が上がったことでカップヌードルは値上げ前比マイナス52%と半減したその影響で安価で展開している大手スーパーチェーン自社 プライベートブランド商品やメーカー各社のオープンプライス商品の種類が急増し売上を大きく伸ばした。2009年は NB 商品にて品質改良や積極的な反則活動が行われたことなどから PB 商品や OB 商品への需要の流れが全体に落ち着き後半には NB 商品への回帰傾向が出てきた。2010年は 前半も NB 商品への回帰傾向は続き、各社の主力ブランドは価値訴求を行っていることにより、堅調な需要を満たしている。製品化は、スパゲッティ、焼きそば、ラーメン、うどん、そば、そうめん、きしめんなど、麺類全般である。本商品群は、マーケティングリサーチの格好の資料となっており、日清食品は、過去に一度発売したものの商業的に失敗した。 商品を黒歴史として2017年に再発売した。カップラーメンは日本国外での生産、販売も行われている。主な生産及び消費地は東アジア地域であるが、北米大陸でもヒスパニック系住民を中心に人気がある。日本のメーカーの現地生産も行われている。前述の通り、その地域の一般的な麺類が、 カップ食品化されるケースが多い。2008年10月に日清食品製のカップヌードル、コープヌードル、グループの明星食品製のコープカップラーメンから防虫剤成分のパラジクロロベンゼンが検出され、カップヌードルを食べた消費者が健康被害を起こす騒ぎが発生した。日清食品や警察、保健所などで調査の結果、工場などに パラジクロロベンゼンはなく、防虫剤の近くで保管され、成分がカップ麺に移行したものと結論が出された。それ以降、防虫剤などと一緒に保管しないよう注意書きがなされている。また前述の通り、カップの物理的強度は比較的低く、ほとんどのカップ麺に注意書きにも破損しやすい旨が記載されていたり、輸送梱包用のカートンなどの扱いは、 明確に壊れ物扱いとなっている。電気、ガス、水道とライフラインが影響を受ける。非常時ではお湯の入手が困難な場合が多いが、警視庁警備部災害対策課によると水でも15分待てば食べられるとしている。また、災害直後の火器使用はガス漏れによる火災事故を起こす危険も高く、集団避難生活では火器が使えないことが多いため、 調理が難しいケースもある。1989年に日清食品より発熱体により水を注ぐだけで調理できるカップ麺、スーパーボイルがテスト販売された。少なくともインスタントラーメンよりは調理は簡便ではあるが、これの調理に必要な水や燃料、簡易コンロといった他の備えが必要となる。日清食品は 非常災害用として、自社工場や物流倉庫にランニングストックとして、常時100万食分のカップ麺を在庫しており、過去の大災害時にも随時提供されている。カップ麺の多くは炭水化物が、主成分で、塩分や脂肪分などを多く含み、ビタミンや繊維質、ミネラルなどが、少量しか含まれていないため、栄養が偏った食品であるとされる。 現在では、栄養価の不足を補うため、ビタミン B1、ビタミン B2、カルシウムなどが添加されている。国立研究開発法人医薬基盤、健康、栄養研究所は、日本人の食塩摂取源となっている食品の1位は、カップ麺で、2位は袋などに入った、インスタントラーメンだったと発表した。同研究所は、食塩の取りすぎが、 血圧の上昇と関連があることが明らかになっており注意してほしいと呼びかけている。厚生労働省の2012年の国民健康栄養調査のデータをもとに食塩摂取源となっている食品のランキングを作成したところ1位のカップ麺からはスープを飲み干したと仮定して1日あたり 5.5g の食塩をとっていた。2位は インスタントラーメン 5.4g、3位は梅干し 1.8g、4位は高菜の漬物 1.2g、5位はきゅうりの漬物 1.2g だった。なおこれらの条件は、スープ類で最初から味付けが完了しているカップヌードルタイプや別店の味付けが液体スープ系のペヤングソース焼きそばタイプなどでは、特に塩分の抑制と過剰摂取の回人が、 難しいが、粉末スープ類を別点にしているキツネ兵衛タイプや、普通の袋麺タイプのインスタント麺類では、粉末スープの使用量を減らすことにより、塩分を抑制し、過剰摂取を回避することが可能である。企業名から直接導出できないもののみ記載。ありがとうございます。